軽井沢町に広がるゴルフ場である。軽井沢は1886年英国人宣教師であるアレクサンダークロフト賞によってリゾート開発されたことに始まる。その後、1893年薄井線の横川駅から軽井沢駅までが開通し別荘地の開発が盛んに行われるようになった。1919年徳川義久。 細川森貞らと田中みのる、川崎はじめなど、東京ゴルフクラブ、駒沢コースのグループで、軽井沢にゴルフ場を作ろうと話が盛んになり、新たなゴルフ場建設に向け、軽井沢ゴルフクラブが設立された。ゴルフ場用地は、神田倉と野沢源次郎の所有地、離山の麓長尾玄の土地を借地契約を結び、旧ホール規模のコースを計画。設計は、 セントアンドリュースのプロのトム・ニコルに依頼した。1921年、6ホールが、翌年の1922年、9ホールが完成し、軽井沢ゴルフクラブが誕生した。日本では第7番目に会場したコースで、現存のゴルフ場では第4番目の歴史のあるゴルフ場である。1929年9月、コース建設発起人会が結成され、軽井沢町、 成沢地区南が丘の土地を買収、翌年の1930年、コース1点と新コースの建設を開始した。1932年、18ホールが完成した。移転後、跡地の旧軽井沢の旧ホールは、地主の野沢組がパブリックコースとして運営し、1943年、戦況悪化で閉鎖するまで経営が続いた。敗戦後、米軍が接収し、 飛行場や乗馬に使用された。1947年、鹿島建設株式会社、鹿島森之助が9ホールを買収し、1949年4月、開園制の旧軽井沢ゴルフクラブを設立し運営した。その後、1955年、アウトコース6ホール、インコース6ホール、計12ホールに拡張された。また、 1989年から1995年に、渡り、米国人のジェーム・ポーレットに設計を依頼して、コース改造が行われ、12ホールとなった。コースの3方が山に囲まれた高原コースで、コース全体には、白樺や唐松などこの地特有の樹木に囲まれ、各ホールは樹齢を経た薄そうとした樹木によって、セパレートされ、独特の雰囲気のもとにプレーを楽しむことができる。 プレーで注意したいのは、フェアウェイの幅が狭いことで、ショットがラフへ行きやすく、しかも OB ラインがあるため、距離よりも方向性を重視したい。フェアウェイは、角、ホールとも微妙なアンジュレーションに仕上げられており、技巧派プレイヤーが楽しめる作りになっている。グリーン周りは、比較的にバンカーが多く、グリーンは、砲台グリーンで、アンジュレーションに飛んでおり難しい。プレー方法は、 アウトコースインコースアウトコース、または、インコースアウトコースインコースと、周り18ホールをプレイする。郵便番号389-0102長野県、北作郡軽井沢町軽井沢座町尾1372-3番地球軽井沢ゴルフクラブでゴルフを楽しむ。ひろひと新能一行。ありがとうございます。